ハワイ島標高4205メートルのマウナケア山頂にあるスバル望遠鏡。その超高視野主焦点カメラには浜松ホトニクス製の世界最高感度を誇る CCD エリアイメージセンサーが搭載されています。他社ではできないもの、これまでにないものを作り出す浜松ホトニクスの精神がここにも息づいています。スバル望遠鏡には主には7つの観測装置がありまして、そのうちの3つが可視光用で、残りの4つが赤外線用になっております。で、弊社 の CCD イメージセンサーですが、可視光用の3つの観測装置のうち2つに使われています。より遠くの宇宙を見るためには近赤外線の感度が高いことが必要になるわけです。そこの感度を非常に高めたのが弊社の CCD イメージセンサーの特徴になります。で、今回弊社の116個の CCD を使って世界で初めてアンドロメダ銀河を非常に高精細にかつ一度に撮影することができたということになります。CCD イメージセンサーで使われるシリコンの材料を探すことでした。近赤外線の感度を高めるためにシリコンを厚くしなければいけないんですけども、その場合にはですね、不純物の非常に少ないシリコンの材料が必要になります。国内国外問わずですね、シリコンウェハーの、材料メーカーさんにお願いしまして、繰り返し作ってもらって、その度ごとに実際に CCD イメージセンサーを製作しまして評価をしておりました。ですので、最初の段階では CCD イメージセンサーを開発しているというよりも一番いい材料を探すということが主なテーマでした。で、2つ目はですね、116個の CCD を焦点面に並べて使うわけですけども、一個一個の CCD の平坦度というのはそんなに苦労はしなかったんですけども、それを116個に並べた時にはですね、高さのばらつきがありますと、それが解像度の劣化を招いてですね、簡単に言いますと、ピンボケな絵しか撮れなくなってしまいます。組み立てる方法ですとか、材料一つ一つの誤差というものを非常に吟味しまして、116個それぞれ CCD の高さのばらつきのないものを作るということをいたしました。今回の CCD でお話しいただいたのが本当に1990年の前代の前半でして、その当時はもう高さばらつきはもちろんセンサーそのものができませんでした。で、ただこれは弊社事業部のトップの考えもありますし、会社全体の考えでもありますけども、諦めずにやり遂げると、できないものこそやってやろうと、そういう精神といいますか企業風土がございまして、できない期間が何年、極端に今回は10年、最初から数えますともう20年近く経ってるわけですけども、そういった長い期間の開発期間でも許容される企業風土というのが、今回の成功につながったというふうに考えております。